せーの、プシュ。はい、どうも、ちなみずみやす。メルです。ママです。はい、今回もね、早速やっていくんですけど、はい。今回はですね、みなかみ山についてね、やっていくんですけど、聞いたことある？みなかみ山、僕、やりすぎ都市伝説の放送で取り上げられてるの見ましたね。うんうん。昨年9月にね、ちょっと放送してたんですけど、そんなね、みなかみ山に僕ら、昨年ね、長野にロケ行ったんですよ。そこで、みなかみ山のね、取材をね、なんとね、受けさせていただけるっていう話なんで、まあ、取材しに行ったんですけど、今回の動画はですね、まあ、前後編に分けて、まあ、前編ではそのみなかみ山にどんな都市伝説があるのかとか、どういう噂が立ってるのかっていう話をします。はい。そして後編では主にそのロケで行って取材した内容をね、送りたいと思います。それではみなかみ山の都市伝説に入っていきましょう。はい、行きましょう。みなかみ山、長野県松代にある標高650メートルの火山です。30から35年前あたりに活動していた安山岩の溶岩ドームであり、形状が円錐形の独立山のため、古来より霊山として信仰の対象となっていました。中腹には岩戸神社があり、山頂にみなかみ神社があります。はい、で、このね、みなかみ山なんですけど、みなかみ山の山頂に、まあ、神社があるんですよ、みなかみ神社が。それがなんと、2018年に創建して1300年も経つんだよね。これもかなり長いですよね。西暦の半分以上は存在してた。そうですね、1300年なんで。うん、で、車でも行けるんですよね。山頂に駐車場が結構ね、広いんだよね。すごい開けてました、ね、そうそう。で、実際に、まあ、行ってきたんですけど、どうでした？でも行く途中がすごい道細くて、うん、合ってんのかなってめちゃくちゃ不安になったんですよ。あ、なるほどね。ただそういう時にやっぱり面白い看板がねあったりしたんでね。はい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 。まあ、それはまあ、ね、見ていただければ分かるんですけど、そう、すっげえ都市伝説好きだとたまんない看板とかめっちゃ立ってるんですよね。そうそう、やっぱり趣があるというか、オカルト好きな方だったら一度行ってほしいなって思いますね。はいはい。では実際にみなかみ山にどんな噂があるのかを紹介していきたいと思います。みなかみ山は形状が円錐形で、他の山々から独立しています。また1965年から1971年にかけての5年間揺れ続けた松代群発地震の震源地でもあります。この群発地震の震源地の多くはみなかみ山の真下でした。しかしみなかみ山は火山でもなく断層が走っているわけでもありません。結局のところ現代の地震研究では原因不明という結果で終わってしまいました。中腹にある岩戸神社はピラミッド内部への入り口だと言われており、みなかみ山付近やみなかみ神社駐車場にもピラミッド参道入り口や世界最古のピラミッドといった案内板もあることで有名です。またみなかみ山の山頂に掲げられた看板には不思議な理論が掲示されており、その内容はみなかみ山の造山方法はエジプトのピラミッドのように人の労力ではなく初歩的な重力制御技法により、当時長野盆地が湧水湖沼となっており、その岸のゴルタ石など堆積土砂石を浮遊させ空間移動させるといったダイナミックな方法でした。つまり重力を操作することで山を作り出したということですが、正直意味がわからないですよね。この真相については後半の動画で触れるのでお楽しみにお待ちください。みなかみ神社の宮司さんは頻繁に UFO が北から南に飛行するのを目撃しているそうです。また神社の参拝客の中にも謎の発光体の目撃情報や UFO の撮影に成功した人までいるらしいのです。しかしこれについて信州大学特任教授の榎本博次によると、地殻変動などで岩石が破壊され電気エネルギーが発生し、樹木にエネルギーが蓄えられ空気の分子にエネルギーが伝わることによって音の出ない放電が起きたと考えられると言います。実はみなかみ山の発光現象に似たような現象はアメリカのブラウン山などでも確認されており、さらなる研究が進められているとのことです。これらのことから発光現象は UFO や心霊現象ではなく地球上で起こるプレート運動だと言えそうですが、実際のところは不明です。みなかみ山には岩戸神社と呼ばれる洞窟があり、その中には天皇の先祖神である天照大神の御神体が祀られています。そう、
水上山は日本神話における天の岩戸隠れの舞台という説があるのです。岩戸隠れをされて困り果てた神々がこの山に集ったという由来から水上山と名前が付けられたと言います。実際水上山は太古から神が宿る山、霊山として信仰され、中世以降は修験道も盛んでした。さらに第二次世界大戦下では日本の戦況が悪くなり、松城が大本営、政府、天皇家を含む首都移転の予定地となり、水上山には多数の地下壕が掘られました。三種の神器もここに安置される予定だったとか、重要施設や貴重なものが保管される予定だったということは、天皇家とも何かしらの関係があるのかもしれません。熊野といえば熊野古道で有名な熊野三山ですよね。そして水上山の正式名称は熊野伊豆早尾神社、何かしらの関係があるのは明らかです。はい、以上が水上山にまつわる都市伝説や噂だったんですけど、どうでした？なんかリアリティはあるものが多いんじゃないかなと思ったんですよね。最初のあの看板のやつはさすがにちょっと嘘っぽいなとは思ったんですけ ど、ね、重力をね操作するとかっていうのは、はいはい、だけど歴史も長いからそれこそ天皇家とのつながりがあるとか、第二次世界大戦の時の号を作ってたっていうのは、号をね、そうそう、近く、ね、綾野号みたいに言うな、お前は。号ちゃんだから、号ちゃん、森田号でもいいからね。だからそれだけ重要にされてたってことは、その水上山っていう場所自体に何かしらの力は本当にあるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、まあ水上山自体すごい円錐状で、まあ変な形してるんですよね。自然にできたと思えないぐらいの形してるんで、さらに霊山って言われてるんで、まあそんな不思議なパワーがあってもまあおかしくはないですよね。ではそもそもなぜ長野県の水上山にピラミッド疑惑が出たのでしょうか。発端は山田邦彦という古代史研究家です。山田邦彦は元エンジニアという頭脳を生かして、古事記に描かれている神々や神話は機械や高度なテクノロジーを描いたものだと断定し、新説古事記という本を出版しました。そして山田邦彦は天皇家は宇宙人の子孫であり、日本神話における天上世界高間ヶ原は宇宙を表しており、地上世界芦原の中津国と宇宙である高間ヶ原の行き来にはロケットが使われたと推理しました。しかしながらこの説は一般的には認められず、あくまでもオカルトとして紹介されています。これすごくない？ロマンがすごくない？すごいロマンはねあるね。要はさ、関さんもさ、あの関散歩っていうさ個人の番組で、うん、要は行ってるわけじゃん、長野にさ、はい、でそこで宇宙とつながるポータルみたいなことも話してるわけよ、うん、ってことはやっぱ宇宙とつながる何かがある。で水上山はピラミッドだとして、宇宙はさ高間ヶ原じゃん、要は神様たちが住んでる世界、それは地上に降りてくる、まあ、中継地じゃないですけど、そのポイントになってるわけなんですよね、その水上山が。したらあの形も納得だよね。それがもし仮にね本当だとしたら、めちゃくちゃこれおもろいよね。この本見てみたいよね。確かにね、新古事記だって、ね、そう、うん、はい、以上が水上山にまつわる都市伝説でした。まあめちゃくちゃいろんな種類ありましたよね。で前半の動画はここまでなんですけど、後半ではその今まで話した説をね全部ね僕聞いてきたので、うん、そちらお楽しみにご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また続きの動画でお会いしましょう。じゃあな。ちなみに水上神社には結界が張られてるって言われてるよね。